もこんにちは、尾形ゆりなです。今日はウイルスの影響によってジムに行けない人のための腹筋トレーニングだったりを皆さんにご紹介したいと思います。で、今日はちょっと自宅だとちょっと狭いんでホテルでトレーニングをやりたいと思うんで、ぜひ参考に皆さんしてみてください。この美ボディ、このくびれを作るための簡単なトレーニング、自宅でできるのを紹介したいと思います。だいたい1日の30分、これを毎日やっていたらすごいくびれができるんで、ぜひ試してみてください。じゃあ始めたいと思います。はい、まずはこのクッションでプランクをやっていきたいと思います。バランスボールがね、自宅にない方のためにちょっとね、プランクをやりたいと思います。じゃあまずクッション2つもらって、バランスボールがある方はバランスボールでやってほしいんですけど、今から1分測りたいと思います。で、この時に腹圧意識して、お尻を締めて足を閉じる、でまっすぐ向いた状態で1分測りたいと思います。この時にフラフラしたりとかしないで、ちゃんと保つ意識をしてください。初心者の方はだいたい30秒から40秒で、上級者になると1分から2分やってみてください。OK です。じゃあ次なんですけど、これはプランクの、今このプランク1分できた人は、次は片足を30秒、上級者向けは。じゃあ、でこれができない方は、片足ができない方は30秒を15秒、片足ね、15秒でチャレンジしてみてください。それをやることで、このエロ線、ジーパンを履いた時に見えるこのエロ線がつくんで、ぜひ、あとね、体幹にもいいんでやってみてください。じゃあ今から1分測りたい、30秒でやりたいと思います。せーので、この時もフラフラするんじゃなくて、まっすぐ保つこと意識して、自分の体で支える、やっぱ自重トレーニングをすることによってバランスが良い体になるんで、ぜひおすすめです。この時にね、集中力がないっていう方は、アニメを見ながらとか歌を聴きながらやるのはすごいおすすめです。はい、次30秒経ったんで片足 でこの時も腹圧意識することによって、下腹部のお腹のね、ぽっこりお腹の解消にもなります。はい、1分経過しました。で、次は心拍数を上げるプラス、お腹のね、くびれを作っていきたいと思います。じゃあこれは40秒で、プランクの姿勢になったまま横に振る。この時に前ももをしっかりつけましょう。1、2っていうイメージでやっていきたいと思います。じゃあね、40秒やっていきます。必死にね。よし、よーい、スタート。で、この時にしっかり腰を振ることを意識することで、くびれをきれいに作れます。
40秒経ったんで、で本当だったらまあここでシートを敷いて普通にこうするんです、あの普通のプランクの姿勢でやるんですけど、ここに段差をつけることによって上部にすごい入りやすいし、あと腹斜筋に効きます。で次なんですけど、次ももっと難易度が上がって、じゃこの場合はクッション1個で、まあ、手が痛くなるんで、まあ、クライチングの姿勢みたいな感じで足を左右に上げ下げ上げ下げやりたいと思います。じゃあ30秒せーの、よし、終わり。めっちゃきつい。これだと心拍数が上がるんで、これをね、3セットずつゆっくりやってみてください。お腹の上部を鍛えるためにまず寝転びます。寝転んだ状態で足を上げます。90度にね、上げて肘とここの膝を当てる感じに交互に、でこれをひねることによってくびれだったり上部にも効きます。30秒、1、2、まあ自転車を漕ぐイメージで足を回すとより効果あります。よし、 OK。 めっちゃ効く。せーの、まずね、足をピーンって伸ばしてもらって、手をまっすぐで、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、でこの時に絶対足をしつけないように、はい、9、はい、10、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、ラスト20。OK。 種目が終わった後、締めのアブローラで、アブローラをね、10回から20回。まあ、尾形はちょっと包茎したばっかりっていうのもあるんで、今回そこまでハードにできないんですけど、まあ、20回目安にやっていきたいと思います。絶対ね、腹筋をやった後に最後に締めにアブローラは絶対してほしいです。本当にお腹が気になる方は、ぜひ、やってみてください。じゃあ今からやりたいと思います。これを毎日やるともうめっちゃいい体になるんで、1で、この時に、まあ、アブローラができない人は自分ができるギリギリの範囲で伸ばすことで、この時に伸ばした時にお腹で帰る意識、お腹で帰る意識をしてください。それをすることによって本当に腹筋に効くんで、たまに腕で帰る人がいるんです。腕で帰ると帰れなかったり、バーンってこう顔、顎を打ったりするんで、ぜひ、あ、絶対お腹に意識して、お腹と腰で帰るイメージで、あと大円筋を使って帰るイメージでやってみてください。はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、大円筋とを意識してください。8、9、はい、10、はい、ラスト10回、1、
中をつける位置。6、あ、5だ。7、え6、7、8、9、吸った、10で、ここで1、2、3、4、5で戻る。以上。ぜひ皆さん試してみてください、やっぱり今こうやってね、自宅が外出禁止令になってるんで、やっぱりね、そのなかなかトレーニングできなかったり、やっぱり大会に向けて頑張ってる人からとか、まあダイエットしたい方からしたらすごい今一番きつい時期だと思うんですけど、皆さんウイルスに負けないで頑張っていきましょう。以上、尾形ゆりなでした。皆さん試してみてください。じゃあねー。